ベーゼリヒは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占領制管区の、リムブルクイコールバイル軍に属す、町村である。ベーゼリヒは、リムブルク盆地の北東端、ラーンタール州辺部、ベスターバルトの南東斜面、海抜220メートルに位置している。ベーゼリヒアーコップフは遠くからも望むことができる。ティーフェンバッハ川、ケルカーバッハ川、 グラントバッハ川、シュプバッハ川が町内を流れている。町域面積は31.53平方キロメートルで、2019年現在の土地利用別面積は以下に分類される。地形は部分的森に覆われ、大理石、粘土、玄武岩、鉄鉱石が産出する。オーバーティーフェンバッハでは、現在も粘土の採掘が行われている。シュプバッハで産出する黒大理石は、 ニューヨークのエンパイアステートビルディングをはじめ世界中で利用されている。町の行政機関はオーバーティーフェンバフハ地区にある。ベーゼリヒの4地区とその人口を以下の表に記す。中世後期までオーバーティーフェンバフハとシュプバフハとの間に小さな集落、周囲があった。その地域は現在オーバーティーフェンバフハ地区の一部となっている。ベーゼリヒは北西はバルトブルン。 北は、メーレンベルク、北東は、バイルブルク、南東は、ルンケル、南西は、軍庁所在地のリムブルク、アンデアラーン、西は、ハーダマルと境を接している。自治体ベーゼリヒは、ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月30日に、それまで独立していた町村ヘックホルツハウゼン、ニーダーティーフェンバッハ、オーバーティーフェンバッハ、シュプバッハが、 自由意志に基づき合併して成立した。ヘッセン自治体法に基づくオルト別威力は設けられなかった。町名は1156年に最初の記録が残る町の中心部に位置する公牧地ベーゼリヒャーコップフから取られた。ベーゼリヒャーコップフには1163年に鳥屋大司教麒林によって創設されたプレモントレ会ベーゼリヒ女子修道院があった。 1170年から1230年までの間に修道院の三道式走り家が建設された。現在は修復された形で保護文化財の史跡となっている。1588年にこの修道院は宗教改革がなされた。現在も農業に利用されている修道院の農場は1656年に私有地となった。 その近くに1764年から1767年にカトリックのマリア・ヒルフ巡礼礼拝堂が建設された。1974年7月1日、ベーゼリヒはオーバーラーン軍とリムブルク軍が統合されたリムブルクイコールバイル軍に編入された。ベーゼリヒ廃棄物ガス発電所オーバーティーフェンバッハと ヘックホルツハウゼンとの間に1975年に軍立人海処理場が建設され、1989年7月3日にマイン発電所エジーが廃棄物ガス発電所を稼働させた。天然ガスモに最初に接続したのは1977年10月8日であった。オーバーティーフェンバッハの新しいベーゼリヒ、基礎家庭学校は1983年9月15日に、 完成した。ハンス・ペーター・バールは1986年に初めてベーゼリヒの町長に選出され、この町が成立して、以降町長を務めていた前任者、アルフレート・ロートと交代した。1990年12月19日に新しい体育館が完成した。この体育館は2015年12月12日から、ゲオル・クレーバー・ハレという名称が付けられている。 マルティン・ルーダースドルフは1998年にベーゼリヒの町長となった。2000年5月にオーバー・ティーフェンマッハにシニアセンター、マリア・ヒルフが作られた。2003年10月8日にシュプバッハ方面のバイパス道路と連邦道 B49 号線の橋が完成した。オーバー・ティーフェンマッハ近郊の連邦道 B49 号線沿いに 新しい投資センターが2004年に設けられた。2010年5月17日から2013年12月31日にまで、カイ・ミュラーがベーゼリヒの町長を務めた。2014年4月7日に、ミハエル・フランツがこの職を引き継いだ。この町を主たる住所とする人口である。ベーゼリヒ町内には、オーバー・ティーフェンマッハの聖エニデュス協会と、ニーダー・ティーフェンマッハの聖マリエンの二つの、 カトリック教会、シュプバッハとヘックホルツハウゼンに二つの福音主義教会がある。カトリックのベーゼリヒ巡礼礼拝堂は、町の中央に位置する高台、ベーゼリヒアーコップ府にある。ベーゼリヒの町役場ベーゼリヒの町議会は25議席からなる。調整委員会は、三党派8人の委員からなる。これに、委員長として町長,長が加わる。文章の配色には、 かつての二つの両方の色が採用されている。青字に四つの銀の十字は、ナッサウハーダ・マルケ、銀字に三本の赤い柱は、ビートイコールルンハクカを表す。四つの銀の十字は、同時に四つの地区を象徴している。中央の戸建てには、かつての修道院のバシリカの代わりに、マリア・ヒルフ巡礼礼拝堂が描かれている。この教会建築のデザインによって、バジリカから、の ビサリックが強調されている。この建立は境界石の形をしており、二つの給料法を分離する九州道院の所領の境界石を表している。その緑色の背景は九州道院を取り囲む森を意味する。このベーゼリヒの文章は1979年1月18日に認可された。デア・エアントラー・ミッド・デム・ワッペン・デア・ゲマインでビサリックは特別な栄誉として、 長年にわたって、ベーゼリヒの繁栄と、名声拡大に貢献した人物に与えられる。受賞者は、町の重要な催しに特別招待される。両自治体間の姉妹自治体教査の目書きは、町長のハンス・ペーター・バールと、ハンス・ユルゲン・オスバルトによって署名された。ベーゼリヒ修道院後、ベーゼリヒ修道院後、ベーゼリヒ・ハー・コップフに、 かつてのプレモントレ解除詩修道院の修復されたバッシリカの遺構がある。この修道院は1163年にトリーヤ大司教ヒリン・フォン・ファレマニエンによって設立が確認された。それ以前に聖職者ゴットフリート・フォン・ベーゼリヒが十分の一税を免除された農場の近くに小さな教会を建設していた。修道院設立直後に 現在その意向を見ることができる教会が建設された。これは、ロマネスク様式の、翼牢のない三老式バシリカ教会であった。新牢と側廊は東向きに設けられたアプスに繋がっており、それぞれ5本の柱で分離されていた。バシリカ全体の長さは37メートル、幅は18メートルであった。この修道院は、数多くの貴族の娘を受け入れ、それに伴う寄進によって、 急速に裕福になっていった。毎年7月15日の年の位置によりこの修道院はさらに重要な経済的役割を担った。その後、中世後期に次第に衰退し、15世紀に経済的に破綻した。16世紀末の宗教改革によって修道所たちはこの修道院から去った。この施設は短い間診療所として利用され、 その後17世紀初めには崩壊するのは放置された。この頃隣の農場に現存する建物が建設されたのだが、その一部は修道院の石材が転用された。この修道院の遺跡は1637年にイエズス会のハーダマル支部の所有となったが、建物は単なる石材の採集場として利用されるだけであった。1660年頃には、 現在の廃炉の外壁を残すだけの現在の状態にほぼなった。この文化財保護対象とされた、この遺跡は1985年にベーゼリヒ修道院遺跡保存協会の所有となり、その翌年に修復作業が始まった。この協会は2019年に解散した。バシリカの遺構は景観が、 魅力的な遊歩道のスタート地点として利用されている。カトリックのマリア・ヒルフ・巡礼礼拝堂マリア・ヒルフ・巡礼礼拝堂マリア・ヒルフ・礼拝堂は、ベーゼリヒャー・コップフにある。14級南聖人に捧げられたこの、巡礼礼拝堂は、もともと、フランシスコ会印州市のレオン・ハルト州市の主導で、設けられた。彼は1709年に生まれ、 1763年から1767年まで広い範囲で放浪生活を送った後、旧イゼリヒ修道院の跡地に住民の助けを借りてマリアの礼拝堂というを建設した。この建物は1767年9月8日に完成した。この修道院は住民の寄付とリムブルク司教の援助によって内部が修復され大部分が元の状態に服された。 教会の屋根は2013年春に吹き替えられた。現在、マリアの礼拝堂は、毎日多くの巡礼者や参拝者の目的地となっている。5月から10月まで、金曜日の18時頃に、生産式が日曜日の17時頃に説教と祝福のあるマリアの礼拝が行われる。礼拝堂は、祈りのために1年中開いている。オーバーティーフェンマフ派から、 巡礼礼拝堂への途中に七つの悲しみの聖母に捧げられた七つの小さな礼拝の祠がある。リムブルク市教区事務教区がベーゼリヒノマリアの救済巡礼礼拝堂の管理権限を持つ教会の設立許可を与えた後、2012年10月23日に議以ン行政官区長官がこれを承認した。これにより礼拝堂の維持が継続的に行われることになった。 礼拝堂の会期250年記念祭が、リムブルク市教、ゲオルク・ベッチングと1000年以上の来客を迎えて、開催された。オーバー・ティーフェンマッハ郷土室のメイン展示ンホール保護文化財に指定されている、オーバー・ティーフェンマッハの旧学校に、1998年3月14日から、オーバー・ティーフェンマッハの郷土室が運営されている。この博物館は主にベーゼリヒの、特に、 オーバーティーフェンバフハ地区の歴史、伝統、文化を展示している。シュプバフハ地区付近ではかつて黒色のラーン大理石が採掘されていた。その産出は現在枯渇して経済活動になっていない。オーバーティーフェンバフハ地区には産業地区があり、大型スーパーマーケットやその他の小売店があり、さらにこの産業地区にあるインベストセントルムに自動車販売店、工場、 運送業者、ガソリンスタンドなどがある。ベーゼリヒは、現在基本的に、住宅地であり、住民たちは、リムブルク、アンデアラーン、バイルブルク、ベッツラー、ラインマイン地方の職場で収入を得ている。オーバーティーフェンバッハ近郊の連邦道 b 四十九号線、この町は、四車線で、直接、ベーゼリヒを通る、連邦道 b 四十九号線経由のアウトバーン a 三号線で、 全国的な道路網に接続している。この他に高速鉄道ケルンライン、マイン線のリムブルク南駅が 11km 離れた場所にある。修道や軍道が近隣の町とを結んでいる。オーバーティーフェンバッハにはベーゼリヒの子供たちのための基礎家庭学校がある。この学校では250人の児童が学んでいる。幼稚園は各地区にある。オーバーティーフェンバッハには カトリック教会の公共図書館がある、ゲオル・クレーバー、ありがとうございます。